写真にとらわれてるっていうか、その僕はあんまり写真家だとは思ってないんで、これは国さんのところなんですね。見たスニーカーのやつ、これはあのスニーカーウルフ先生です。スタッシュ先生とベイプとライカ、はーい、あ、どうもこんにちは。どうぞどうぞどうぞ。はい、はじめまして、フォトグラファーの、RK と申します。よろしくお願いします。もうかれこれでも5年目ぐらいかな、4、5年ぐらいだと思うんですけど、はい。僕いつもこうタワーマンとか、まあその小綺麗なところが好きじゃないから、なんか面白い物件をいつも探してるんですけど、まあペンションというか、まあこう吹き抜けで、で外観がもうとてつもなく汚いというか、もうやべえなここっていうところなのに、こう入るとわーみたいなね、そのギャップがなんか良くて選びました、はい、玄関です、はい。普通に玄関なんですけど、僕はいつも森塩をしてるんで、うん、これは欠かせない。どこの前の家もそうでした、森塩です。であとはまあベビーオーダー、サノバ、ステューシーのマットと、コンビネーションあんまり良くないんですけど、これは面白かったから買ったんですよ、はい。これはあのニューヨーク の韓国人アーティストなんですけど、ちゃんとした作品があるんですけど、これは僕がこう言って、これが欲しいって言ったら、これ本当これだけで書いてくれて、ここに RK ってちゃんと入ってるんですね。これはとても思い出深い。ここキッチンですね。料理は好きですよ。料理は好きなんですけど、今はあんましてないですね。なんでバーミキュラーとかも、バーミルバルミューダとかも、これすごいいいやつなんですけど、あとはお酒がいっぱいこうある感じです。もともとバーテンというか、ずっとクラブで働いてたんでお酒は作れるんで、この間文化服装学院でやった、ニゴさんのやつですね。僕も文化服装学院だったんで、まあ、と行って、まあ、この辺も韓国の、これもうほとんど知り合いなんですけど、韓国の360クルーのサウンドクルーっていう、ステューシーとかこうね、いろいろタッグ組んでやってるんですけど、まあ、仲いい人たちです。小学校の高学年あたりからやっぱそういうファッション興味持ち出して、あの小学校の時点、僕茨城県なんですけど、代官山まで来てましたね。恵比寿ジーンズ全盛期の頃ですね。でその後中学生ぐらいになって浦原が来て、こうよくあそこノーウェア並んでましたね、ヴィンテージキングの下の、まあ、この辺まさきさんのポスターですね。コンプレックス今度売られたポスター、今これ多分サザビーズで70万ぐらい、原画は多分もっとやばい奥でしょうけど、あとこうシルクスクリーンの村上さんのやつとか、フューチュラ先生とか、あとこれも買い替え機器の方なんですけど、五郎さんっていう墨汁でこうやる人なんですけど、エヴァンゲリオンをこうインスタでこうやって上げて、 これは速攻で欲しいと思って、もうこれ連絡して、カリグラフィーのアーティストなんですけど、結構前からフォローしてて、向こうもフォローしてくれてて、いつか作品買いたいなと思って、でなんかこれ連絡来たから、これをこのピースを買ったというか、この人は僕大好きです、はい。これはノボ先生って、あの韓国のアーティストなんですけど、本当のマリア像に、マリア僕大好きなんでマリア集めてるんですけど、そこにこうペイントしたって感じですかね。まああとはこう、これちょっと怖いんでね、これ本当怖いんで、これいいやつだから捨てられないこれワコマリアですね。怖いんですよこれ。リアルマリア像が好きなんで、こういう好きなやつと自分の写真はあんま関係ないです、まあ、特に SNS に載せた際にどういう風に写るかなっていうところはやっぱ第一前提なのかなっていう風に思うんですけど、まあね、ちょっとそれにも今飽きてるんで、ちょっと違うテーマで今後撮りたいなっていう風に思ってます、はい。あ、僕もともと DJ なんですよ。もう中学校ぐらいからターンテーブル持ってて、でずっと DJ やってるんですけど、もともと僕の師匠、お師匠さんがディスコの人だったんで、まあ、ずっとそれハウスディスコ、うん、まあ時々ジャズとかが多いです。だいぶレコードちょっと売っちゃいましたけど、あったあったあった、シャーデーですね。やっぱりシャーデー先生僕大好きです。特にキスオブライフ、この曲は大好きですね、はい。まあ、日本人だと山下達郎先生とか竹内まりや先生とか、まあ、その辺かな。往年のテクニック、これ何のマーク3かな、
カバーしちゃってるのちょっと分かんないですけど、まあ、ミキサーはねちょっともう本格的に今やってないから簡易的なもので、まあ、CD もかけるし CD もだと USB もできるし簡易的なミキサーにしたの。本当はボザックが欲しいです。ウーレの原型ですね。ボザックが本当は欲しいです。ロータリーミキサーが欲しいです。これはシルクスクリーンかな。これはエロールスの先生です。アクロニオル。これはふるさとノートです。これ本物なんですけど、まあ本物なんですけど、もう絶対観葉植物僕枯らしちゃうんで、もう本当はすごいわーってあったんですけど全部枯らしましたね。まあこれは普通にアマゾンで買いました、適当に。これずっと中学生ぐらいの時からこれの小さいサイズ、ちょっと埃すげえなこれ、買ってたんですけど、まあそれのでっかいバージョンを、めちゃくちゃでも5万円ぐらいかな。全部手作りなんですよこれ。こう硬いプラスチックのペーパーみたいなやつで、でアシスタントたちとこう一生懸命作ってた。これはあのスニーカーウルフ先生です。漢字グラフィーのスニーカーウルフ先生とお仕事をした時にギャラが向こうは作品でくれって僕が言って、特別に書いてもらった RK って書いてます。まあ上はあとはもう全部箱です。スニーカーの箱だったりなんかいろいろ捨てられない箱があったり、上はもうごっしゃんごっしゃんですね。このソファーは IKEA ですよ。もうこれは IKEA のこう屋内外どっちもこういけるソファー、なんかふわふわしたやつが欲しかったから、うん、あとはポケモン、ピカチュウの、サンダーボルトフラグメントで、ベルディ君のところとアウェイクのこれ枕カバーです、ね、まあヘッドポーターの枕カバー、枕やクッションカバーだったり。あーでももともとその僕がカメラマンやる前から仲はすごく良かったんですよね。野球とかもやってたし、一緒に東京ソフトバンクスっていう、チームでやってたんですけど、まあ、その頃から、まあ、でも18ぐらいの時から、まあ、状況というかこっちで行動するようになって、まあ、ロンドンナイトに行き始めて、まあ、そこでこう知り合ったの人たちが今やっぱり、活躍というか、ラミダスの店長やったらオーナーやってたり、あれオーナーじゃない店長やってたりとかするので、まあ18ぐらいからこう仲いいやつらは仲いいですね。まああとそういう野球チーム、あとランニングチームで、ランニングチームのファウンダーのデカジュンさんに写真撮れって言われて撮り出したようなもんなんで、もともとすごくそういうクリエイターの方たちとは仲が良かったです。はい、ここのコーナーはもう片すことができない、もらったらとりあえず置くっていう、こっから考えるっていうコーナー。まず言ったら、まあ正木さんのもそうなんですけど、天賀先生のこのねポスター、まあ天賀先生はこのポスターにシルクスクリーンですけど、シルクスクリーンでやっぱ天賀さんのこう作品の良さっていうのは全然やっぱ平面になっちゃうから、どうしてもこれはやっぱり立体でちゃんと実物を見てほしいなというものなんですけども、本当木材を段ボールにしてるんですよ。段ボールに見立ててやってるんですけど、それがリアルすぎてすごい。でこれはなんと天賀さんが気使ってくれたか何だかよくわかんないですけど、100分の1なんですよね。ここがあと、まあカウズブライアンとも仕事一緒にしてるんで、ブライアン先生からもらったりとか、このナイキのスウォッシュもこう上海マラソンかなんかで特別に向こうで上海ナイキが作ったやつで、それちょっとちょうだいよっつって上海から持ってきたやつですね、はい、やっぱこの絨毯、このマットはやばい、やばいっていうか多分日本では発売してないんじゃないかなっていう、バージル店古典で、カタールでこの間仕事を行った時にちょうどやってたんで、そこで買ってきたっていうやつですね。デッキはもう本当友達の作品です。あんまり僕その自分が気に入って買うとかっていうのがなくて、まあもちろんそういうのもあるんですけど、大体友達の作品を買うようにしてるんですよね。まあ好きなんですけどね。まあこの辺は台湾のアーティスト、ノエ君っていう、ノエ246。これ全裸さんですね。全裸さんとサンクチュアリのコラボのやつです。あ、これはカウズのその会社、オールライトリサブド。
こは衣装部屋ですね。もう服が大変なんで部屋を 丸ごとウォークインクローゼットにしました。これはあの冷蔵庫に貼ってた360のスタジャンですね。これはあのそのメンバーの一人に、いただいたやつですね。これはもう本当にエクスクルーシブというかもうそのメンバーしか着れないやつなんですけど、まあ、あとはこう酒井の正樹さんのやつがあったりとかで細川くんの、レディーメイドがあったりセントマイケルがあったり、これはこの間コンプレックスコンで購入してた、これ再販したんですよね確かね。これはもう突然送られてきたスヌーピーです、はい、でこれがやばいですね。これはもう世界限定20何着だと思うんですけどレディメイドと村上さんの T シャツはね、ここ全部もう2列並んでるんですけど、 T シャツはそうですね、この間面白いなと思った馬場さんのブランドと GB とあと雄大くんとキョンキョンのT シャツ、まあやっぱここも FF フレンズ&ファミリーじゃないですけど、そうやっていただいたものっていうのがやっぱりいいのかなと思って、これは国井さんのところもですね、ミタスニーカーのやつ、これも多分 FF なんじゃないかな。そうね、あとはゆうたくんのところ、これも FF、 青草子は FF です、ね、これも細川さんに、これも全部この時も全部3足買ったんですけど、ここにもある、あとはウィズさんのね、ここに、これ普通にカウルフ先生ですけど、こういうのやっぱ履けないんですよね、もう大事に取ってあります。あとこのペニンシュラのスイートの人だけに止まったこのアシックス、これも三田さんのところで多分やってると思うんですけど、キースのやつとかですね、これギャルソンのやつです、この間のやつとか、あとここもそうですね、ここもそうですね、これもアシックスですね、あともうこの辺とかエイプ多いな。あ、これはね、そう、これはなんだっけ、あ、違う、これネバーの展示会でつけたんだ、あ、ネバティックだっつってネバーやるんだと思って、あ、これヒューさんのとこです、あ、デラックスですね、ヒューさんのとこです、なんていうやつでしたっけ、これタワーボックスだ、これもそうですね、これもすごいですね、このマジックスティックのタイベックス、これはもう履けないですね、ナオさんにわがまま言っていただいたやつなんで、これも三田さんのところから、これもすごいんですよ、これ三田さんと、わかんない忘れちゃったな、三田さんのところで作ったやつか、これも FF だと思います、確か、この部屋も作業部屋、仕事部屋です。よく一緒にこう物が届いたりとか、手紙とか、手書きの手紙とか、もう絶対捨てれないし、まあ思い入れのね、仕事もやっぱりあったりとか、そういう手紙とかもあるんで、そういうものはもう全部こういう風にしようと思って。僕の友達とか、取引先の方とか、大事な手紙だったりっていうのは全部ここに貼ってます。AV のパッケージデザインやってました。その会社がそんなに厳しいっていうか、自分の仕事さえ終わってれば定時で上がれる仕事だったんで、まあそういうところで夢中になって写真撮ってました、ね、何だったっけな、パリコレかな、まあ、ほんとこの時ぐらいの時期か、ウィズさんのこうお仕事が入りまして、まあそれまではこう1日2日ぐらいで終わるね、その撮影というか依頼が多かったんですよね。だから仕事をやりながらも一応できたんですけど、さすがにパリコレってなっちゃうとやっぱり長期間休まないといけないっていうことで、まあ先輩のウィニチ先生、ウィニチさん、勝さん、あの日暮里でやってる人がいるんですけど、まあ、その先輩とか、あとは FR2 の亮さんとかに相談して、まあ、そしたらね、もう辞めちゃえばって、うちと契約しようって言って、その場で言ってもらえて、でそれで辞めて今に至るっていう感じですかね。もう本当僕の場合は何でしょう、周りの友達とか先輩方によって成り立ってるので、
もう全然僕一人の力でここまでは来れなかったっていう感じですかね、本当に。はい、結局ランニングの写真を撮るなきゃいけなかったから、どうしてもこう一眼レフだと重いし、まあ、自分も走りたいから、まあ、そこはもうね、ガラケーから iPhone にみんな変わって、 iPhone のやっぱカメラがすごい性能がいいというところで、 iPhone でどうにかしようっていうふうに思いながら、その iPhone で撮影してました。で、全部撮影からエディットまでを iPhone で完結させるというふうに、で SNS に載っけるっていうところのやり方をやってました。で、たまたま何だろう、仕事がこう来ちゃって、で僕 iPhone なんですけどいいですかって言ったら、いやそれはちょっとみたいな感じになっちゃったから、ああもう買い時かなと思って、ちゃんとした一眼レフを、その時の彼女に買ってもらって、買ってもらったんだよね、であれね、誕生日プレゼントかなんかに、うん、金なかったから。でもそっからもうノイローゼになるぐらいまで自分で独学して大変でした、あの時は。シャッタースピードも F 値も ISO も何もかもわからない。 iPhone が全部オートでやってくれてたからもうそれは大変でしたね、はい。 iPhone はすごい暗いところが苦手というか、やっぱノイズ走っちゃうんで、結構 iPhone 撮ってる時はなんだろう、明るいところで、なおかつこう建築が好きだったから、そういう建築のところでこう真っ白な空間で、人が写ってるっていう、ポツンと写ってるっていうような写真が好んで撮ってたのかなっていうふうには思いますね。一眼レフになって、なんかこういろいろできるようになって今のスタイルになったのかなっていうふうに、まあ、徐々にですね、うん、全部に何だろう、思い出があるからね、まあディーンさんと仕事した時のやつとか、ポスターこれ映画ですね、まあ、ファンシーの全裸さんね、撮ったのもこれもそう思い出深いですし、まあ、ね、いっぱいある。あ、これはでも思い出深いですよ。これは去年パリ・サンジェルマンが来た時のモデルのエアジョーダンに、ほぼスーパースターのサインを入れてもらいました。誰が誰のだか分かりません。あ、この人アシスタントのフィセ君です。アシスタントのアシスタントのスーパーアシスタントです。僕はもう一番信頼を置いている。若干二十歳にして4カ国語喋れるっていうね。だから海外案件を全部すべてこの人一緒に行くし、メールもさばけるし、こいつはこういう席があって、こっちは僕のデスクなんですけど、二人目の親父じゃないですけど、そのような女子ですで、これはもう村上さんのダブダブで撮ったやつですね。そうですね、村上さんやっぱ多いっすね。僕は個展やった時に村上さんくれて、ここにデスク置いちゃったからずっとここだって言うんですけど、中学生からの夢だったハーマンミラーのお椅子もちゃんと変えて、デスクだけあんまり綺麗にしたくないっていうか、自分のこう分かりやすい位置があるから、普段もメインで使っても海外も行くから全部これにまとめて、これはねコンプレックスコンで買ったやつなんですよ。ミスターフラワーファンタスティック、これエイプですね、まあ、あとはヒディさんのところのシークレットベースのスヌーピーのやつとか、あとこれ花井雄介さんのやつとかこれは多分すごい高いんじゃないかな今、まあ、あとはクロットエリソン仲いいんで、あーこれは横尾さんです、横尾さんです。ここはもう機材入れ、防湿庫、まあ、歴代のカメラがあったり、この辺やばいですね。ヘリノックスとライカのコラボ、ここにその先輩の勝さん、ウィニッチさんのタギングが入ったり、あとこっち、これはスタッシュ先生とベイプとライカ、ここにスタッシュ先生のサインが入ります。すごいです。これはここも一緒にお仕事してもさせてもらって、同じモデルなんですけどね、はい、まあ、あとは歴代のソニーのカメラだったり、まあ現場によって2台3台持ってくる行くとこもあれば1台で済んじゃうところもあるしっていう、まあ、こういうレンズがいっぱい入ってますっていう
レンズいっぱいあるな、使ってないやつが。はい、あとはこっち、まあ、こまごました機材、ドローン、ドローンも4台ぐらいあるんですけど、日本がものすごい厳しいんで全然飛ばせてないっていうやつですね。ドローンだってその撮影小道具です、この辺は。あとは僕キャンプ大好きなんで、キャンプグッズが置いてあります。ずっと置きっぱなしってやつですね。これはやばいっすよ、これは。これヘリノックスと ACG コラボのテント、これ誰も持ってないと思う。日本で多分3人ぐらいしかいないんで、わかんないですけど。いっぱいありますよ、いっぱいあります。本当に追いかけ回された時もあるし、その、まあ、仕事じゃないんですけど、まあプライベートっていうか、作品撮り撮りに行った時とか、まあ、中国とかね、台湾のルーフトップとか行って、ビルのルーフトップとか行って、まあ普通に許可ないんでバレて追いかけ回されて、そういう屋上とかやっぱ行くとね、やっぱそういうことになっちゃうという時もあるんで、まあ、友達の友達なんか何人か死んでるし、警察行っちゃったりとか、まあ村上さんとかからもすごく言われたりするんですけど、その自分のやっぱ好きなことにリンクさせてった方がいいんじゃないかとか、やっぱ僕ファッション大好きだから、そういうファストファッションの慣れの果てみたいな、どういう風な、最終的にどういう風なことになっちゃうのとか、そういうね、洋服のゴミの山とかあるじゃないですか、そういうところ撮ったりとかっていうのも面白いし、結局僕が撮ってるものなんていうのは、まあみんなもうご存知かと思うんですけど、その場に行っちゃえば誰でも撮れるんですよ。でそれを探すのはもうほんと Google とかで簡単だし、で僕の色味なんかも全部パクられてるし、そういう中でこうやっぱ唯一無二を作るとなると、やっぱそういうところなのかなっていうふうには思うんですよね。もっとこうよりなんだろう、自分というか、のを出せていければいいかなっていうふうなのは取っていきたいなっていうふうに思ってますね。場所がねっていう、なんかよりもっと面白い間取りがあったらそこに住みたいなというふうには思います。ただ東京は多分今後こう賃貸で全部行くと思います。買わないです。買うとしたら海外かなっていう、ロスに住みたいっていうのがあるんで、買うならロスとか、まあ、東南アジア、とかに拠点をこう変えていきたいなっていうのもあるし、まあまあよりもっと大きな仕事はしたいし、まあね、有名なところとも仕事はしたいし、かといってそういうところだけじゃなくて FF もやっていきたいし、まあでも何でしょうね、写真にとらわれてるっていうか、その僕はあんまり写真家だとは思ってないんで、写真というものを通じてなんかいろいろできたらいいのかなっていうふうに、もちろんコラボレーションもまあそうなんですけど、写真を通じていろんなことをしていきたいな